記念すべき第1回は倉吉です。実は私倉吉市出身なのでロケができて嬉しいです。もう私スイカ大好きなのでめちゃめちゃ嬉しい。スイカが本当に大好きで大好きでちょっと何回も言ってますね。ちょっと緊張してる？リラックスリラックス。この人も応援に駆けつけました。こんにちは。生卵ジョイの MC にテレポート3位のキャスターも務める小林アナ。自分のやってきた経験っていうのを今回は伝えていこうと思います。ありがとうございます。倉吉市は県内有数のスイカの産地で、ここ倉吉スイカ選果場に生産者が丹精込めて育てたスイカが集められます。ここから1日におよそ2万玉が全国へ出荷されるんですって。2人は早速選果場をロケ班。藤井アナはリポートに向けメモを取りながら。スイカすごい多いね。すごい、トラックでどんどん運ばれてきてますよ今。スイカ叩くのは中に隙間ができたり空洞ができたりするので、それを叩いて音でもそれを見分けることができることになる。音で中水が詰まっていればポンポンという高い音が、で空洞が開いてたりするとゴムゴムっていう低音になります。これすごいね。一面スイカ。現時で10ラインございまして、1列に大体こうやったら600束並びますので、満タンに貯めれば5000束から6000束貯まります。へぇー。 U ターンの時にチカッチカッと光ってます、はいはいはい、あの下にはカメラがございます。地面に連れて傷がついたりし、お尻に裂け目ができたりするんですね。その裂け目を下のカメラでまずチェック。倉吉スイカは出荷の時を迎えます。食べた後の第一声、これはねもう本当に大事にしてる。やっぱりその表情と言葉っていうのが一番皆さんに伝わる瞬間だから、そこは大事にしてるポイントなので覚えておいてほしいなと思います。さあそれでは倉吉スイカを食べて一言お願いします。スイカスイカ。藤井アナ全くピンときてないけど味の感想は？スイカのジュースって感じです。噛むたびに甘みと水分が口の中に膨らんでいく。第一声は心配しましたが、さすがの食リポ。リポートに向けてまずは構成を考え原稿を書きます。人の手とあの機械でチェックしてるっていうところが紹介したいかなと。こっからでもどうあっちに行くかですよね。紹介したかった機械はあっちにあるので、ディレクターと一緒に動線を考えます。高岡さんが審査員として10点満点で採点。藤井まりかのファーストテイク倉吉スイカ編スタート。はい、私は今倉吉スイカ選果場にいます。こんにちは、新人アナウンサーの藤井まりかです。いきなりですが森谷さん、質問です。ここの選果場では1日に何個出荷されるでしょうか？スイカがレーンの上に乗って流れていますよ。はい、正解です。2万個です。さすがですねちなみにスイカは食べるスポーツドリンクとも言われていて、疲労回復とか運動パフォーマンスの向上にも効果的だそうですよ。これはいい情報出てきましたね、この機械で、機械と人の力、人の力で、スイカのチェックを行っています。糖度や重さ、傷がないかどうか、そしてバーコードをつけてスイカを機械で管理しているそうなんです。それ、この厳しいチェックを受けて私たちの手元に届くのがこのスイカです。こんにちは、副場長の福井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スイカどうやって
て見極めたら美味しいものが慣れましたね。表面が石慣れましたね。黒い島がくっきりメリハリのあるスイカが美味しいスイカと言われております。もうまさにですね、今年は玉太りもよく甘く美味しいスイカだということでいただきます。ここ第一声注目。もうジュースが溢れてきました。美味しい、甘い、フライシスイカ終わりだと思うじゃないですか。まだあります。秋にもあるのでぜひ。以上、藤井まりかのファーストテイクでした。 OK OK はい、ありがとうございました。1分32秒。高岡さん、点数をお願いします。8点で。おお、あとは将来性も入れて。将来性もありがとうございます。勢いと笑顔っていうのは大切だなと思ったんですけれども、 そうですね、そこは満点だったという。満点です。勢いと笑顔で頑張ります。